どうもよろしくお願いいたします。何卒よろしくお願いします。まあ、こういう仕事をやっていると突っ込みたくなる瞬間っていうのがあるんですよね。この前友人と公園行ったんですよ。したら公園で池に向かって友達が100円玉を投げ出したんですよね。お前何やってんのって聞いたら、いやだって鯉の餌100円って書いてあったし。いやそういう意味じゃない、鯉の餌100円って100円が鯉の餌って意味じゃない。なんだトレビの泉と勘違いしてんのか。で、あとねスーパーでなんかおばあちゃんがってやってるんですよ。箱に向かって何やってんだろうなと思って、その箱の隣にあなたの声をお聞かせください。いやそういう意味じゃない、声を聞かせてってそういう意味じゃない、そういう意味じゃない。ほんでそのスーパーのアンケートね一応書きます。したね自分も駐車場をもっと広くしてください、まあ、そう書いたんですよ。したらその数ヶ月後行ったらそこのスーパー潰れてて大きい駐車場ができてたんですね。いやそういう意味じゃない、そういう意味じゃない、そういう意味じゃないんだって。あとですね、道歩いてて急にお腹が痛くなったんですよね。したら友人が、わかった、今から病院調べる。お、わかったぞ。ベッドの数が19以上だと病院、19未満だと診療所って言われるらしい。いや、病院調べるってそういうことじゃない、そういうことじゃ。ショートコント、カラオケ。あ、すいません。ご注文のレモンでございます。なんだ、お前レモンかけていい。おう、いいけど。夢ならばどれほど良かったでしょう。いや、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない。どうもありがとうございました。